それでは次の試合いきましょう。ランディ・ワッチ・サーチ VS 風磨の小太郎、ステージに上がってきてください。イエーイエーワンツァーヤオヤオワンツァー。ではこの試合のビートを聞かせてください。Yeah, one time. Nice beat. それではシード戦6試合に行きましょう。先攻風磨の小太郎、後攻ランディ・ワッサージ。8小節かけて3ターン。Ready, fight!で立ってもアンダーのドッグじゃあ面白くねえから登るとこだけどこれ気合い入れてる根性また出てきたぜ行くぜ風磨小太郎。 What? ぶっ飛ばしに来たって話したぜお前のラブなら俺には絶対に追いつけないからまずはな俺の目の中からまた出てくるプロ飛ばしていくところあんたのその気合い入ったところ見つかると見せてくれ、yeah. あー何言ってんかわかんねえビビってねえで真正面から来い。あ風磨の小太郎にこうしたパパダディ頑張れ俺ラディワッチサーリーいつもの通り上がりっぱなし今日はハーレムいつもの通りトビップアップじゃないかこんなトラップを取れる。はい今日はマジで使用金で借金返しに来た。はい、借金も何もしてね余裕の生活ありがとうございます。イエイイエイ俺に何言ってるか分かんねえっつって俺のバースの後に俺の介護官のバースすんじゃねえよ。バッタバカー全然分かってねえ俺何言ってるか分かんねえけど客こんだけ湧いてる状況しっかりと見て何言ってるか分かるけどそれで出せーのどうしたんだよ。シラフでぶっ飛ばしいけてるマーカフォン何言ってんか分かんねえけどお前がタカ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 今みてえなラッパーっぽいことしてんのは知ってんだよ。苦渋も舐めたことねえガキだから今そうやって楽しくやれてんだろトラップでウェイウェイまるで大学生俺はまるで大学生ような感じそんなにガッ飛ばしちゃって裏では挨拶してる。はぁこっそら B ボーイ関西勢ぶち抜き東京スタート。あは挨拶ができねえやつがラッパーなのんじゃねえよ。俺はいつも自分から上の人にも下にも挨拶してるよ。初めて会ったやつは見下してたやつでもちゃんと敬語は使えるよ。ビビってねえ分かってこいや全く分かってねえらしいな。俺お前みたいなやつにつまずいてる暇ねえんだもっとこっち来いよ。俺は嫁と約束したんだよ優勝するってな。次サイモンさんが待ってんだ3回目は俺だかかってこい。俺だぜサイモンさんってやつはサイモンジャンプの音源聞いてラップ始めたようなもんだぜ。俺もラップやって5年25年にどんだけ叶うか伝えて下町 B ボーイてめえじゃ超えられねえ。あい？なんだよなんだよ挨拶するとかよ真面目かよ真面目かよルーズに行こうぜアベマチビチョシト終了。それでは判定いきます。先攻風磨の小太郎、後攻ランディ・ワッチたち、勝者風磨の小太郎。この野郎ぜひぜひ告知と話していってください。もうサボるの嫌だから今のうちに言っとくけど1月にアルバム出そうと思うソロの。おいおめえらコロナに負けんなよ。また生きて絶対ここで会うぞ。そん時俺が優勝すっかんな。よろしくどうぞ。ありがとうございました。